江川海岸は千葉県木更津市の木更津港に面した海岸。海岸部には晩秋日形が形成されている。潮光場や絶景スポットとして観光名所となっている。クリップ中央の都市部が江川海岸。右下は木更津駐屯地帯津川の川口付近に位置しており、海岸部には晩秋日形の前浜日形が形成され、 南東側には、木更津駐屯地が隣接している。東京湾の木更津港湾区域の最も北寄りに、位置した江川地区に面しており、全面に広がる浅場、干潟を利用した海苔、アサリの漁業生産基地となっている。漁船の安全な航行の確保を図るべく、海岸北側に位置する江川航路の維持春節などを実施している。潮干狩りのできる海岸として、江川海岸潮干り場には、 シーズンの春から夏頃やゴールデンウィーク頃の冬物詩の一つとして毎年4万から5万人が訪れる。観光目的であれば入場料金はかからないが、潮干狩りが目的の場合は潮干狩り用料金を徴収している。南側の木更津港を挟んだ海岸沖には機密共同発電所、日本製鉄機密製鉄所などが並んでおり、 工場夜景のスポットとなっている。また、北側には海ホタルパーキングエリア、アクアブリッジ、西側には横浜港、富士山を望むことができる。東京湾沿いの海岸は、埋め立て地や護岸整備による港湾施設や工業地域、ウォーターフロント開発によって、昔ながらの自然や生態系が失われつつある。しかし、 バンスヒガタの後浜から前浜にかけての海岸線は自然のままで東京湾の県風景を止めている。微生物のほか、誤海貝などの低生生物により有機物が分解されるため水質が浄化されている。特にハマグリやバカ貝が多く生息するため潮干狩りが盛んである。江川海外海岸には沖合に向かって連柱が林立しており満潮になると 海中電柱という不思議な光景が出現する。1985年年代にあさり、ハマグリの密漁を防ぐため、江川海岸の約 1km 沖合に監視小屋を建て、浅瀬に電柱を並べて陸地から送電線や電話線を通した。その後は陸地からの暗視カメラによる監視に切り替え、小屋は2003年に役目を終えた。沖合の電柱はそのまま残されている。 東京湾岸の便利な立地にありながら、沖合に向かって電柱が並んでいるという期間を目に、出来、波が静かな日は、マジックアワーなどにより、鏡のように電柱が海面に映り、ボリビアのウユニ塩湖や、スタジオジブリ制作の千と千尋の神隠しの世界に類似すると話題となるなど絶景スポットとなっている。しかし、観光客増加による環境問題やマナーの悪化が問題となっているため、 江川漁業共同組合は日潟への立ち入りを禁じ、マナー遵守を呼びかけている。近隣の飛沙間海岸や牛米海岸においても、同様の海中電柱を見ることができる。ありがとうございます。